生なりない時代でも迷ってる暇はない。言葉を発することで言葉までなる。僕はそう信じております。これまた思いもしなかった相手失敗するなどどうだっていいや。知識ガチャ一緒にケチャーションなぞばなる。コメタクチャンネル。改めまして、BBC ブリッジビルドコーヒーの中に入ってまいりました。今日は特別にご出演いただきたいと思います。このブリッジビルドコーヒーのオーナーでもあり、株式会社マルキン商会の代表取締役の武井さんです。すみません、突然ありがとうございます。とんでもありません。ありがとうございます。いろいろと撮影のために場所をお貸しいただいて、はい。先ほどたっぷりとここで、もうまさにワニベさんと一緒に、オレゴンの熱いトークを繰り広げましたけれども、まずこの店内がオレゴン愛にめちゃくちゃ溢れてますね。はい、ありがとうございます。ここもだってこれちょっとわかるかな、エースホテルっていうね、ポートランドで一番有名なこのホテルがあるんですけど、このロビー僕ら必ずツアーの皆さんをお連れするんですが、はい、ここをちょっとこうちゃんとね、忠実にここのブリッジビルドコーヒーのこの看板とともに再現をしているっていう場所なんですよ、はい、ちょっと改めて聞いていいですか、なんでここまでまたオレゴンに惹かれました？まあ、卓一郎さんのせいですね。卓一郎さんの、はい、ツアーでもご一緒させていただいたんですけど、はい、私は2度ポートランド、はい、お伺いしたんですけどね、まあ、非常に観光資源はね、そんなにはないかもしれないんですけど、うんうん、まあ、でもなんか文化というか、はい、風習というか、はい、まあ、そういうアイデンティティ、考え方がとても素晴らしくて、まあ、どっちかというと新しいものよりはこう、うん、古いものを大切にしていて、そうですね、うん、こうリサイクルじゃなくてアップサイクルみたいな、はい、そういうのがとても素晴らしいと思っているので、うん、まあ、ここの場所もですね、はい、なるべく自分たちの手で、うん、まあ、それこそ卓一郎さんにもお手伝いいただきましたけど、色塗ったりとかね、そうやって削ったり削ったり作ったりですね、はい、いろいろとやらせていただきましたけど、まあ、非常にまあ、その文化とかですね、はい、あとはまあポートランドの仲間たちにも愛してほしい場所になってほしいなと思いで、うん、はい、昨年の夏ですね、はい、はい、オープンさせていただきました。そっか、もう今半年経ったぐらいですかね。そうですね、去年の7月ですよね、オープンがね、半年。そうですね、はい、で今日日曜日じゃないですか、はい、お休みじゃないですか、はい、なんで日曜日休みなんですか。カフェで日曜日休みってすごくないですか。そうですね、理由としては春からですね、はい、まあ、ポートランドでもファーマーズマーケットになるんですけども、うん、はい、まあ、春から月に1回、まあ、できれば月に2回ですね、はい、ファーマーズマーケット、まあ、クラフトマーケットっていうのを開催していきたいなと。なんとか第4日曜をちょっと予定してるんですけども、はいはいはい、それこそポートランドリビングさんをここでやっていただいたりとか、あ、いいですね、やりたいですね、まあ、グレパーさんとなんかコラボでやったりだとか、うん、なんかいろんなそういう、例えば同日開催して、ね、両方行ったら何かあるみたいなとかもいいですよね。いいですよね、まあ、そういうのも面白いですね。面白いですよね、うん、はい、確かに。あ、そのために日曜日はじゃあもともと休みにしよう。そうですね、まあ、スタッフを休ませたいという思いもありますし、まあ、でもどちらかというとこう豊橋のこう西側というか、はい、にぎわいがあんまりないエリアなので、少しでもこうにぎわいを創出したいなという思いで、こう人々が集まる場、あとは、まあ、こう農業の方たちとかいろんな方たちがこう会話ができる場っていうのを作りたいなって思って。ご自身もね、マルキンファームもされてますもんね、はい、そうですね、うん、はい、イチゴを本当にまた丸々として大きなイチゴぜひ食べていただきたいですが、はい、こういうだからまあ農業も応援していきたいし、はい、今言ったカルチャーも応援していきたいしっていう、そうですね、そういう交流できる場にっていうことですね。そうですね、はい、でまたこれね、色にもこだわりがあるんですよ、はい、こういうね、ここのネイビーの色じゃないですか。ちょっとここはちょっと、まあ、デニムのこの淡い青じゃないですか。理由があるんですよね。はい、2018年にご一緒させていただいた、はい、オレゴンのですね、クレーターレイクという、うん、アメリカで一番深い、そうですね、湖。あれはだからもともと火山があって、 でそこがドーンってなったところがカルデラ湖みたいになって、はい、もう何万年も水が溜まってるっていう。そうですよね。いや本当に私は1回しか行ったことないですけど、うん、その日の照り具合によってこうダークブルーからだんだんブルーになって、はい、本当にこういろんな青が感動してですね、
ずっと見てられるような形、うん、あの時ちょっと特別ですけどね。そうです、嵐だったんじゃないですか。最初行った時真っ黒で、何が僕嘘つき言われましたからね、はい、何が感動するんだ拓一郎さんって、ツアー参加者全員が恨んでたんですよ。いやそれがもう本当演出だったかのように、ね、そうですよ、だんだん時間とともに日が照ってきて、はい、色が変わっていってっていうね。そうですね、本当に感動しましたね。だって相当今まで見たことのない深い青っていうのがあそこにありません？そうですね、本当に本当言っても百聞は一見にしかずですよね。本当にこう言ってみないとこう言い表せない、どんだけ写真で見てもね、ちょっとわからない部分もあるかなっていう。あと行った人とね、こういう思い出話したりとか、うん、はい、なんかこう余計にこう刻まれる光景ですよね。いいですね。でね、はい、その青色をすごく大事にされてて、まあ、店内もこういう青を基調としたものが多いんですけど、うん、カップもね、またね、これなんですよ。よいしょ。これどこかで見たことある方、はい、実はですね、ファーマシーでも使ってるコーヒーカップの型と形は一緒なんですけれども、色をすごいこだわってらっしゃって、このディープブルーっていう、そうですね、なかなかこの色を使うっていうのもね。そうですよね、飲食店で結構青ってね、青ってタブーって言われてるんですけど、はいはい、まあ、それよりはあの私たちの思いというかストーリーとかね、はい、あの、まあ、常滑焼きもねすごく、うん、あの私たちももともとの既存事業とも、あのお風呂だとかトイレだとか水道系 の、 その水回りを ね、 ねやられてる、もともと常滑焼きにルーツがあるので、はい、まあ、その常滑焼きと、まあ、こういったそのクレーターレイクのこうブルーっていうんですかね、ディープブルー系のものをこう掛け合わせて実現したのがあのこれカップになるんですけど、はいはい、素晴らしいですね。ぜひちょっとこれもまたそういう思いがあるんだと思って飲んでいただきたいなと思いますし、おすすめのメニューとしては何ですか？そうですね、豊川市はあまりこうまだまだスペシャルティーコーヒー文化っていうのも、まあ、豊川もそうですけど、うん、まだまだですけども、まあ、そういうあのもちろん一般の喫茶店の文化もいいんですけども、うん、まあ、そういうカフェ文化というか、はい、スペシャルティーコーヒーというのもどん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 飲んでほしいですし、あとはスイーツもですね、うん、あのグルテンフリーにこだわってたりですとか、うん、まあ、何よりまあランチ中心にあのたくさんこう食事も用意してるんですけども、はい、一つのテーマがあるのはローカル。ローカルですね。もう地産地消。これもポートランドからですね。そうですね、うん、本当に地産地消で、あとは旬ですね。シーズナルですか、はい、まあ、本当ローカル、シーズナルっていうのを特に、うん、なんていうんですかね、フォーカスして、こだわって、はい、はい、メニューを揃えてます。パスタも美味しいし、カレーも美味しいし。でデザートも豊富だから、はい、毎度来るたびにどれ頼むっていうすごい迷うんですよ。なかなか苦労してますけど、ね、そうですね、メニュー考案するのも大変ですよね。し同じねこうレベルを毎日っていうのは、まあ、プロとして、まあ、あれ当たり前なんでしょうけども、うん、やはりスタッフもそこが一番苦労してるところだと思いますね。ですよね、新しいものを作ってもじゃあそれがじゃあ美味しいって思われるかどうかっていうところの ね、 ね基準にも満たさなきゃいけないし、なかなかね、コーヒーもそうですよね、やっぱ同じように入れるって難しいですね。よく言います、日によって調整が全然違うって言って。そうですよね、でエスプレッソにしてもやっぱりその日の温度湿度とか、うん、そういうものでちょっとこう出す時間が変わってきたりとか、ね、豆の引き方ちょっと変えるとかっていうのを日によって微妙に変えてるんでね。そうですね、ね、だからもうやりながらっていうところもありますが、そうですね、ちょっと面白いですね。ぜひちょっとこの、はい、もし運がいいと本当にね、例えば3の選手とかね、あ、たくさん来て、ね、はい、いらっくれてますね、ありがたいですね。本当に突然お会いできるチャンスもあったりとか、私もなかなか出会えないんですけどスタッフから来てますよっていう連絡が来るぐらいで、はいはい、よくだからツヤ君の、ツヤ選手のなんかインスタで結構見たな、はい、そうですね、ツヤ選手本当にあの、まあ、マルキンファームをなんかイチゴがお好きみたいで、はいはい、とてもひいきにしてくれてるみたいで、もうその関連でよく来てくれて、ツヤ選手といえばもうね、シーホースといえばおでんく、はい、西田選手の大親友であり、ね、大ライバルなので、はい、本当に将来の日本を背負うようなお二人ですもんね。もう、はい、もうこれからのバスケ界を背負っていく人たちですからね。
あの2人のマッチアップも楽しそうだったしね。12月 C5 ですね、はい、めっちゃニヤニヤしながらお前入れやがったなみたいな、なんかそうです、ね、ああいうバスケキッズなシーン見さもう見るとたまんないですよね、こっちは。そうですよね、なんか微笑ましいというか、なんかいいなと思う瞬間ですよね、本当に。ちょっとそんなね、バスケトークもできるし、オレゴントークもできるということで、ぜひこのブリッジビルドコーヒー豊橋に来た際にはお立ち寄りいただきたいと思います。ただ日曜日は休みです、お気をつけください、はい、すみません月曜日か土曜日、営業時間は、10時半から、はいはい、18時半ですね、はいはい、10時半から夕方の6時半までなので、ぜひお立ち寄りください。竹内さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。めちゃくちゃ細かいんですけど、これもワニベさんの作品が至る所にあるんです、はい、これなんかもそうですよね、 Good Coffee Out of This World、 これも何かをオマージュした指と指でコーヒー豆が真ん中にあるっていうね、うん、これちょっと見覚えないですかね、ファーマシーコーヒーラボにいらっしゃってる皆様、これあのワニベさんの作品で、うちにあるこのいわゆるね、シロップとかミルク入れてる置物、実はここのを見てうちも作ってましたここはだから BBC の B がかたどられてるけど、うちの場合あのファーマシーなので P でやってますが、ここも全部オレゴン関係のアイコンです。出したらキリがないけど、本当ね、もうちょっと細かいところまでいくと、例えばここエスプレッソマシーンにも来ちゃってるこれこれはめるってすげえよ、なかなか普通やったとしてもなんか塗るとかさ、うん、そういう感じになっちゃうと思うんですけど、ここまでしっかりはめ込んで作ってる、でプラスここだけじゃなくて、こういうところ見てもらうと、ここに僕らのツアーのロゴがね、お店の中に飾っていただけるってありがたいじゃないですか、このラビットポートランドオレゴンの。で、トイレなんかもさ、こういうマークが一個一個ちゃんとこだわり、ほら、ポートランドのヒゲの人が多いからっていうこういうのがちゃんとこう男性女性用でこんな風にしてこだわってて、でね、ここ見てください、 Thank you for your corporation と書いてあって、これワニベさん、うん、で、猫さん、うん、阿部さん、うん、マイマイ、これで、私まだメガネを、伊達メガネかけてた頃の私まあこの方々で、このお店がこう基礎ができましたよみたいな感じで、こういう風に飾っていただいてるって嬉しいことですね、うん、ということで、今日はですね、愛知県豊橋市にありますブリッジビルドコーヒーのご紹介をさせていただきました。ぜひ豊橋来た際にはですね、こちら寄っていただいて、ゆっくりしていただいて、でまたグレッパーからも近いんでね、車でだいたい30分ぐらいなんで、両方寄ったりしてこの東三河のエリアをね、楽しんでもらえたらなと思います。ではオレゴンについての熱いトークは GST さんのトラベラーチャンネル、こちらをどうぞご覧ください。ということで、ではまた、バイバイ。